皆さんこんにちは、塚本匠です。今回はエリック・クラプトンの代表曲でもあるチェンジ・ザ・ワールドをかっこよく弾き語りする方法を解説していきたいと思います。今回はクラプトンが弾いている音源やライブの音源などを参考にしてかっこよく弾き語りができるフレーズなどを入れたバージョンを解説していきたいと思います。これからお教えする弾き方を取り入れて僕が弾き語りで演奏している動画もチャンネル内にアップしているので、一発撮りで勢いで弾いているので解説するものとちょこちょこ違う部分もあるかもしれませんが、概要欄のリンクからどんな風に弾いているのか参考にそちらも見てみてください。このチャンネルではギターの奏法解説、有名曲の弾き方解説、レッスン動画、オリジナル曲の弾き語り動画やギター動画、カバー動画なども載せているので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは解説に移っていきたいと思います。曲のコードについてはネットで検索するとたくさん出てきますし、コードでストロークするだけでも十分かっこいい曲ではあるんですが、今回はこの曲を初めて弾く方にも、今ストロークで弾いてるけどちょっと物足りないなという方にもおすすめな、ところどころねちょっとおかずっぽい、こういった感じのところどころねおかず的なフレーズも入れているので参考になれば嬉しいです。それではまずイントロから弾いていきたいと思います。こういった感じです。はい、こういった感じになっていきます。まず左手のコードなんですが、まあ、ネットなんかに出ている、まあ、コードを参考にしてもらうといいかと思うんですが、まず最初が E メジャーですね。 E メジャー、そして F シャープマイナー7、そして G6 あるいはまあ G メジャーっていう風に書いてあるようなサイトもあったりすると思うんですけど、まあ、この辺はね、まあ、自分が聴いていて違和感ないなと思っているコードであればさほど差はないので、気にせず弾いていただければいいかなと思います。ということでまず E メジャーですね。イントロのコードが E メジャー、そして F シャープマイナー7とお伝えしたんですが、厳密に言うとここではずっとルート音、低音が E の音ですね。6弦の開放弦がずっと鳴り続けているような弾き方をこのバージョンでは弾いているので、まあ、F シャープマイナー7オン E ですね。オンコードといって、まあ、6弦の音が変わってくる、ルート音が変わるコードを、オンコードって言うんですけど、 F シャープマイナー7オン E、 そして G オン E のちょっとまあ変形にはなるんですけど、まあ、このコードを使って弾いています。先ほど僕が弾き語りをしているね動画も参考に見てくださいというふうにお伝えしたんですけど、僕が弾いている動画ではチューニングを半音下げにして弾いているので、参考動画を見るときには半音音が違うのでちょっと注意して見てみてください。そして今回の弾き方は指弾きですね。アルペジオだったりフィンガーピッキングのような弾き方がメインになってくるので、指弾きの基礎練習の動画なんかもチャンネルページから見られるので、ぜひそちらも参考にして、指弾きできない方はちょっとねそちらを見てもらってから、こちらの解説動画を見てもらうとスムーズにいくかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、まずは E メジャーコードを押さえてもらって、5弦2フレット、4弦の2フレット、3弦の1フレット、こちら E メジャーなんですけど、最初にまず1音目が6弦の開放ですね。こういった風に弾くんですけど、まず6弦の開放普通に弾いてもいいんですけど、こういう最初にちょっとプルといって引っ張ってちょっと派手なね音色が出るので、こういう風にプルで弾いてもらってもかっこいいかなと思います。まあ、普通にアルペジオで6弦普通に弾いてもどちらでも大丈夫ですね。で6弦弾いたら3弦の1フレット開放をまず弾いて、ここからハンマリングですね。で右手は4弦3弦を弾いてるんですけど、
弦3弦を弾いて人差し指でハンマリングですね、というふうに弾いていきます。そして開放ハンマリングと弾いたら6弦を親指でストリングヒットという技が入っています。チャッという、 こう弦に指を置くとこの指板に弦が当たってこのスチャッという音がね、パーカッシブな音が出るのでこういった音がなるんですけど、それを曲中でねずっと使っていくので、できないという方はぜひこの機会に覚えてやってみてください。開放、4、3弦でハンマリングで、ストリングヒットで、もう一度6弦ですね。ここまで弾いたら次のコード F シャープマイナー7になるんですけど、これは、ちょっとね普通のコードと押さえ方が違って、5弦の4フレット、そして4弦の2フレットだけを押さえています。こういった音色のコードになっていきますね。そして弾いてコードチェンジしたら、自分は5、4、3弦を弾いています。5、4、3弦を弾いています。開放弦6弦なった瞬間にコードチェンジして5、4、3弦を弾くと、チャッチャーで5、4、3弦を弾いたらまたストリングヒットですね。次また G コードのちょっと変形になるんですけど、コードチェンジをするんですけど、次はこの5弦の4フレットと3弦の2フレットを押さえている状態なんですけど、ここから5弦を5フレット、そして3弦を4フレット。開放と同じ音ですね。3弦は。こういった和音の響きになっていきます。コードチェンジして5、4、3弦を弾いたら、そしてまたストリングヒットですね。で次は6弦ではなくて5弦ストリングヒットした瞬間に5弦の上に親指を置いていきます。チャッと弾いたらコードチェンジで5、4、3弦弾く、そしてまたストリングヒット でコードチェンジを G コードの変形に押さえて、また5、4、3弦5、4、3弦を弾く、弾いたら1、2弦の開放ですね。ここで入れていきます。でコードを弾いたら1、2弦の開放を弾いてストリングヒット6弦の開放というふうに続いていきます。5、4、3弾いて1、2弦開放をストリングヒットで6弦開放4弦6、4と弾いたら、次はストリングヒットをしながら指ストロークという、ね、弾き方で自分は弾いてるんですけど、ここのコードだけでちょっとやってみましょうかね。
543弾いて1、2弦開放ストリングヒットツンドンドンチャ64ストリングヒットプラスストロークそして4弦開放という風になっていきます。ここの部分だけ弾いてみるとゆっくり弾いてみるとという風になります。543ダン1弦開放ダン64ストローク4弦という風に一連の動きが右手の一連の動きがなっていきます。ここまでちょっとおさらいしていきましょう。まずは E メジャーコードですね。6弦開放から3弦ハンマリングで6弦をちゃんと押さえてヒットして、そして6弦開放からコードチェンジ、コードチェンジしてからという風になっていきます。もしわからない方はちょっと繰り返し解説見ていただいて、指の押さえ方と右手のねパターンと何度も繰り返して練習してみてください。そして今 G コードまで弾いたところですけど、ここからまた今弾いたコードを逆に弾いて戻っていく感じですね。部分だけ弾くとという感じになります。まずは先ほどと同じ G コード6弦開放で済ます。6弦開放で432から6弦開放と432ですね。でストリング6弦と432、そしてストリングヒットでまた開放、そしてここは先ほどと同じコードで F シャープマイナー7ですね。6弦開放の後に543弦を弾きます。そして432で6弦543と弾いたらここで2弦の開放を、2弦の開放を弾いたらまた E メジャーコードに戻って543弦を弾きます。そしてここ人差し指はまた先ほどとの最初と同じようにハンマリングですね。543で弾いて先ほどの G コードと全く同じような右手のパターンになるんですけど、というふうに弾いていきます。 E メジャーから543ハンマリング弾いたら1、2弦開放6、4、ストローク1、2弦開放ストリングヒットからの6、4でストリングヒットプラスストロークですね。指ストロークで4弦開放という風になっていきます。ここまで合わせて弾くとという風になっていきます。そして二回し目、イントロの二回し目なんですけど、コードは同じコードの繰り返し、先ほどと同じコードですね。同じコードの繰り返しなんですが、指使いがまたちょっと変わってきます。6弦開放から3、4弦でハンマリング、3、4弦弾いて1弦、3弦のハンマリングですね。
弾いたら2弦の解放がまた入ってきます。タラタタラタ。で2弦の解放を弾いた瞬間にコードチェンジが入ります。で543弦ですね。コードチェンジした瞬間543弦を弾きます。そしてでここの1音結構ね大事な1音だと思うんですけど、原曲っぽい雰囲気が出る、1音なんですけど、ハンマリング2弦解放でコードチェンジしたら中指で2弦の3フレットを弾きます。押さえて弾きます。コードチェンジで2弦の3フレット、そしてまた先ほどと同じように G コードですね。右手は先ほどと同じパターンです。ここまで弾いたらスライドしながら G コードを押さえていきます。スライドすると同時に右手は543弦を弾いていきます。そして右手は先ほどと同じパターンですね。6弦解放からハンマリング2弦解放、コードチェンジして、そして2弦の3フレットスライドというふうになります。そして後半も最後と一緒、ほぼ一緒ですね。6弦解放を弾いて432弦ですね。そして543、6弦解放から432を弾いて、そしてコードチェンジで543弦。F シャープマイナー7の状態でストリングヒットした後に、最後は E メジャーではなくて次は B7sus4 というコードになるんですが、押さえ方が5弦の2フレットと3弦の2フレットですね。そして6弦は親指でミュートして5弦からストロークしていきます。解放432で6弦もう一度解放、コードチェンジ、コードチェンジ、そして指を置いて B7sus4 で5321弦をじゃらーんと右手でアルペジオで弾いてもいいですし、親指でこのままストロークをしてもいいですし、一度手をちょっと離して人差し指でストロークしても最後は大丈夫です。こういった感じになります。そして最後にイントロの最後ですね、という音が入ってきます。これは5弦を解放から B7sus4 を押さえている状態で鳴らして、5弦を一度指をちょっと離しますね。そして5弦を解放を弾いた後にハンマリングで5弦に2フレットの音を出して、あとは4弦、5、4、6と弾いています。4弦6弦は解放弦の音ですね。ダララの右手は人差し指の爪でピック弾きのように弾いてもいいですし、人差し指と親指を使ってアルペジオのパ
ターンで指で指弾きをしてもどちらでも大丈夫です。これでイントロがね全て弾ける状態になったと思います。ちょっと一度振り返ってやってみたいと思います。6弦開放、4、3弦ハンマリング、コードチェンジして5、4、3、またコードチェンジして5、4、3弦ですね。ここは先ほど教えた右手のパターンですね。そして6弦からまた戻っていきます。2回し目に入っていきます。2弦開放弦、そしてコードチェンジから2弦の3フレット、そしてスライド、そしてまた戻ります。最後は B7 サス4、そして6、5、4、3、7サス4弾いたら5、4、3となります。以上がイントロの弾き方ですね。そしてイントロが終わったら次は Aメロに入っていくんですけど、 Aメロの弾き方もコードが一部変わる以外はほぼ全て同じような弾き方で弾けます。こういった感じですね。はい、こういった感じになっていきます。基本的な弾き方はイントロでお伝えした弾き方とほぼ一緒ですね。まずは E メジャーコードからですね。これ F シャープマイナー7、そして G、そして G からまた戻るのも一緒ですね。2回し、コード進行が2回し続いていきます。そして2回し目の最後ですね、 So you could see the truth の部分なんですけど、ちょっとおかずっぽいフレーズがねを入れていくんですが、こういった感じで弾いていきます。っていう音が入るんですが、まずは、まあ、先ほどと同じようにG コードで F シャープマイナー7、そして最後のコード E コードが5、4、3を弾いて1、2弦、6弦開放で、もう一度1、2弦の開放、もう一度1、2弦と弾いたら、5弦のこの2フレットを一度弾いて、5弦を弾いて、でもう一度弾いて4フレットにスライドします。でスライドした後に4弦の2フレットを押さえて弾いていきます。4弦はこの人差し指で弾いた方がいいですね。右手は E コードから
というふうになっていきますね。そして4弦の2フレット今押さえてるんですけど、ここからのコードが A メジャー、そして Bm7 on A、 そしてまあコード、ネット上のねコードとかだと A7 っていうふうに書いてあるんですけど、ここはちょっと変形して A メジャー Bm7 on A、 そしてまあ A7 の変形じゃないんですが、これは4弦5フレット3弦4フレット2弦の5フレット、そしてルート音は5弦の開放ですね。といった感じになっていきます。まずは A メジャーなので、まあ、普通にこうやって押さえてもらっても大丈夫、どちらでも好きな押さえ方でいいんですけど、と弾いたら、先ほどのおかずフレーズを弾いたら A メジャーで5432弾いていきます。5432弦54、そして A メロイントロと A メロのずっと右手のパターンはほぼほぼ一緒ですね。そして Bm7 on A ということで、これもちょっと開放弦が入ってくる、まあ、ちょっとね厳密に言うと別のコードになるんですけど、4弦の4フレットと2弦の3フレットだけを押さえています今。そしてこういったちょっとね音色のコードになるんですけど、そしてまた5432と弾いて1弦の開放が入ってきます。5432と弾いたら1弦の開放、そしてこれもまた A7 のじゃない、まあ、コードなんですが、5432と弾いて、そしてここも1弦を5フレット押さえてしまってという風に弾いていきます、まあ、右手のパターンは弾く弦がね変わるだけで、イントロで使っている右手のパターンと一緒ですね。5432を弾いて12弦開放、ここまでやってみたいと思います。メジャーで5弦開放 Bm7 を A、 そして1弦の開放からというふうになりますね。そしてまたここから今弾いたコードを弾きながら戻る感じですね。 A メロのパターンとずっと一緒です。5弦ルートで432、432、そして1弦の開放、そしてこの Bm7 on A を弾いたら1弦の開放、次また A メジャーに戻るんですけど、この時にちょっと薬指をね一瞬ちょっと遅らせてアドナインスっぽく響きを一度入れて弾くとちょっとかっこよく聞こえます。開放、そしてこの後にまたちょっとおかずフレーズがね入っていくんですが、
るんですが、まあ今弾いたところから A メジャー弾いて1、2弦解放して A メジャーを弾いたら、A メジャー弾いたら1、2弦の解放、そして5、5、4と弾きます。1、2弦解放、5、4と弾いたら2弦解放からの2フレットハンマリングプリング、タララタライラタリラタリラと弾いたら3弦は2フレット押さえて弾いた後に解放、そして4弦が解放の後にハンマリング、2フレットをハンマリング。ここ合わせて弾くとタリラリラタ、というね、フレーズが入っていきます。ここはちょっとね早くてね難しいかもしれないんですけど、決まるとねかっこいいので、歌の途中とかにね入れるとかっこいいので、ぜひ頑張って弾いてみてください。 A メジャー、こういう A メジャーでマドナインスからのハンマリング、1、2弦解放、5、4、タリラリラタラ、この A メジャーコードをなぞるようなね押さえ方ですね、はい、左手は。というふうになっていきます。そしてまた同じようなね A メロの最初のコードにまた戻ってきます。 E メジャーから F シャープマイナー7 G そして G から F シャープマイナー7に行ったら最後のコードがまた変わってきます。 It's only in my dream っていう部分ですね、歌のサビ前の部分ですね、G シャープ7 G F シャープマイナー7からの G シャープ7 G シャープ7はもう通常の普通の押さえ方の G シャープ7ですね。そして6弦右手が6、4、3、2、そしてこの後にこのサビの前にちょっとまたおかずフレーズが入ってきますね。Gシャープ7を押さえたら1弦がこの4フレットを押さえてる音ですね。4フレットの音、1弦。そして今この G7 のコード、Gシャープ7のコードで中指を押さえてるんですけど、3弦を5、6、5、6、5、6と弾いていきます。はい、1弦5、6ですね、1弦で3フレットの5、6、そして2弦の4フレット、この押さえてる4フレットの音ですね。というふうに続いていきます。そして4弦をこの4フレットの押さえている音を鳴らして6フレットをハンマリング、 6フレットをハンマリングしたら3弦2弦を弾いていきます。というふうに続いていきますね。 G シャープ7 1弦5、6、2弦、4弦をハンマリング、
ていう風に続いてきます。もう一度ちょっとゆっくり弾いてみたいと思います。はい、こういった感じになりますね。といったサビ前のおかずフレーズになっていきます。ここからサビに入っていきますね。サビはコード進行を割とそのまま弾きつつね、ちょっとした装飾音を入れながら弾いていきたいと思います。まあ、コードのね説明というかコードネーム、さらいながら一緒に弾いていきたいと思います。 Sorry in my dream If I could と言ったら Change the world の部分ですけど、 F シャープマイナー7 G シャープ7 C シャープマイナー7ですね。この部分は通常の指弾きで6弦と4、3、2弦、まあ、C、 C シャープマイナー7の時は5弦のルートなので5、4、3、2といった感じですね。といった感じで弾いていくといいと思います。 F シャープマイナー7は6、4、3、2を弾いてルートと下3本でストリングヒットルートを弾いて下3本ツッタッタ、ストリングヒットして、そして C シャープマイナー7 5、4、3、2ですね。タッツッタッチャーと弾いていきます。5、4、3、2と弾いたらこういった感じのね装飾音をちょっと入れて弾いていきたいと思います。5、4、3、2と弾いたら1弦開放、1弦開放ストリングフィット4弦、そしてこの小指で1弦の7フレットをハンマリングプリングですね。で、2、3、4と弾きます。といった感じのね装飾音を入れていきます。そしてこの続きが D シャープマイナー7、5弦の6フレット、4弦の7フレット、3弦の6フレット、2弦の7フレットといった感じですね。こういったちょっと不安定な感じの、ね、音色のコードなんですけど、ちょっとね押さえるのもちょっと難しいかもしれないんですけど、頑張って押さえてみてください。 D シャープマイナー7、 G シャープ7、 C シャープマイナー7ですね。そしてここの弾き方はコードをねそのまま忠実に弾いていきます。ルート音と1、2、この3本ですね、下3本。アルピーダサアルピドゥラドゥダダン、ここは一緒に弾きます。 G シャープ7は一緒に弾いて、ここで1、2弦、まあ、1、2、3弦でもいいですね。ここでストリングヒットと、5弦、5弦の音を入れていきます。じゃん。そして次は C シャープマイナー7になるんですけど、ここで人差し指で制覇をした状態で中指薬指でハンマリングをしてコードを弾いていきます。ここまで弾くとで、右手は、5、4、3、2ですね。を弾いた後に、
ハンマリングをした後にまた432弦を弾きます。ララララストリングヒットしてまた5432を弾きます。ララララッそして1、2弦の音を鳴らしていきます。もう一度弾いて1、2弦そして最後5弦の音をねまた弾いていきます。といった感じですね。ここまで弾いていきましょう。 Change the world I'll be the sunlight in your universe。 はい、こういった感じになっていきます。ちょっとねリズムを出すのがね難しいかもしれないんですけど、歌に乗せてねリズムが出せるように頑張ってください。でそしてここまで弾いたらあとは最後また同じコードが2回続けていきます。 Dm7 Gm7 Cm7 この3つのコードが続いていきます。そしてこの Cm7 の後にちょっとねかっこいいコードのちょっと加工が入っていきます。これは Cm7 から同じコードのまんま、形のまんま Bm7 までちょっと下がっていくんですけど、コードの弾き方はさっきと一緒ですね。ここはG#7 を押さえたら6弦と432ストリングヒットでもう一度6弦を弾いて、そしてここから C#7 からG#5432弦でを弾いて Bm7 まで下がっていきます。ここをちょっと合わせて弾いてみますね。この押さえ、そしてここの弾き方が5弦の開放で4、3、2、5弦を弾いて4、3、2ですね。そして6、4、3、2 G#7 で6、4、3、2を同時に弾きます。ダーッと弾いたら1弦の開放、ここでストリングヒットからの5弦の音が入ってきます。6、6、4、3、21弦開放で5弦のストリングヒットが入るんですけど、この時5弦の上に、親指をねセットして Cm7 を5、4、3、2というふうに、そして Bm7 まで下がっていくという、こういうふうに弾いていきます。ここをちょっと流れで弾いていくと、そしてここはもう最後クライマックスになるサビのラストになるんですが、 Bm7 を押さえたら小指で5フレット2弦の5フレットをハンマリングして弾いていきます。ちょっとねここは難しいかもしれないんですけど、ハンマリングしてタラッタ、もう一度離すっていう感じですね。ベイビーというこの歌メロとちょっとユニゾンしたい、ユニゾンといってね同じメロディーを弾くようなイメージで、小指でハンマリング離す
最後は A メジャー、E メジャーというふうにコードが続いていくんですが、ここも5432で A メジャーコードを押さえるときに、ちょっとこの薬指ですね、一番2弦のを開放にしておいて、5432弦と弾いたときに、ここハンマリングを入れます。そしてハンマリングをしたら E メジャーコードにコードチェンジをします。でこの時に弾く弦は6弦と3-2-1弦ですね。そしてこの1弦の一番高い音が強調されるように、ここも弾くようにしてください。ここも歌メロとユニゾンして弾いているようなイメージですね。ここの小指のハンマリングの部分から歌メロとユニゾンしているというようなねイメージですね。はい、こういった感じになっていきます。そしてここにちょっとおかずがねまた入っていくんですけど、ダーンと弾いたらこの E コードを押さえている薬指を離してというようなねおかずを入れていきます。弾き方は薬指で2弦の開放を弾いた後にハンマリングですね。2弦の開放、ハンマリング、そして小指で1弦の2フレットをハンマリングですね。開放を弾いて、1弦の開放を弾いてハンマリング、そしてまた離してもう一度弾く開放弦ですね。開放からハンマリング、タラララララという音が入っていきます。そして最後に最後のコードですね、G シャープマイナー7からまた F シャープマイナー7まで加工のコード進行になるんですけど、このコードの押さえ方を変えて6弦の4フレット、4弦の4フレット、3弦の4フレット、ここだけを押さえて右手も6、4、3弦を弾いています。そして6、4、3を弾いたら1弦の開放ですね。そしてまた1フレット左手をずらします。開放、そして2フレットまでずらして6、4、3弦ですね。という風に弾いていきます。そして最後はイントロでも出てきた B7sus4 というコードですね。2弦の5弦の2フレットと3弦の2フレットだけ押さえて5-4-5-3-2-1弦を弾いていきます。そして最後が E メジャーコードなんですが、ここでまたちょっと歌メロと同じユニゾンですね。タララーという音を入れていきます。 E メジャーコードで3弦の開放からハンマリング、 H フレットをハンマリング、そして4弦の2フレットの音ですね。はい、こういった感じでチェンジザワールドのサビが弾けていきます。ちょっとね最初の方から復習しながらもう一度弾いていきたいと思います。まずは F シャープマイナー7から G シャープ7、小指で装飾音ですね。そして7のハンマリングが入ってきますね。そして2度目が
ストリングヒットからの5弦、そして加工で小指で、A メジャーで、ハンマリング、そして E メジャー、そして2弦ハンマリング、1弦ハンマリング、そして4フレットから1弦の開放を入れて B7sus4、そして最後がはい、こういった感じで、2コーラス目に続いていくという感じですね。はい、以上で、イントロから A メロサビのすべてのパートの解説が完了しました。これを、まず1コーラス1番があって、2番があって、そして間奏ですね。間奏もイントロと同じような弾き方に、のでまた同じような弾き方で大丈夫です。間奏の後にまたサビが1回あって曲が終わるというような感じですね。全て同じ弾き方で弾いてもいいですし、最後のサビだけ盛り上げるためにちょっとストロークにね、弾いてもいいですし、今お教えしたで最後まで弾き切ってもどちらでもね大丈夫なので、その曲の雰囲気だったり、あるいはね周りの楽器とかがいればその楽器に合わせて弾き方を変えてみたりしてもいいかなと思います。そして最後 The one と弾いたらエンディングですね。最後 G F シャープマイナー7 B7sus4 と弾いたら、最後にねギターソロの、ね、フレーズがあるんですが、ここまでね弾き方の解説して終わりたいなと思います。 B7sus4 弾いたら4弦の開放を弾いて2フレットハンマリングですね。でちょっとこのビブラートをかけるようなイメージで左手でちょっとね揺らしていく感じですねと弾いたら、もう一度ダリラ4弦ダリラダリラ4弦の開放から2フレットハンマリングダリラ、そしてプリングですね、ダリラ、そして2フレットを5弦押さえてダリラ、2フレット押さえて5弦、そして5弦開放から1フレットのハンマリングプリング、そして6弦3フレット、そして開放、ここまで弾くとダリラダリラですね。そしてまた同じフレーズに近いんですけど、今度はハンマリングをせずに、2フレットを押さえて4弦開放、そして5弦を、左手は2フレット1フレット開放と弾いていきますという感じですね。続けていくと、そして3フレット6弦の3フレットを押さえて、3フレットから4フレットにスライドですね。
そして最後は E メジャーコードを押さえて、4弦の2フレットを弾いて、最後ストロークで終わってもいいですし、この単音で終わってもいいですし、どちらでもね、好きな方で終わっていただけるといいかなと思います。このソロフレーズちょっとね、もう一度振り返ってやってみたいと思います。 B7sus4 で曲が終わります。そして最初はハンマリングからですね、4弦、そしてとフレーズが終わったらもう一度はい、こういった感じで終わっていきます。今のね、解説でイントロから A メロ、サビ、そしてエンディング、すべてが終わったので、これで、完全にね、一曲丸々すべて含めて弾けると思います。まあ、今までね、コードストロークでしか弾いたことがなかったっていう方だったりね、まあ、この曲弾いたことがないっていう方も、今の弾き方でね、弾いてもらえるといいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。エリック・クラプトンの Change the World という曲の解説をお届けしました。今後も有名な洋楽のスタンダードの曲のね、解説なんかも続けてやっていく予定ですので、ぜひチャンネル登録をして、また他の動画、次回の動画も見に来ていただけるとすごく嬉しいです。そしてオンラインレッスンなども開講してますので、詳細などは概要欄からチェックしてもらえるとすごく嬉しいです。今後も演奏動画、レッスン動画など載せていくので、チャンネルの方も登録、そしてチェックよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。塚本匠でした。君模様を目から離せない、色とりどりの街並み、通りを行き交う人の波、全てが